果てしなく広がる大宇宙、無数に散らばる星々は死んだように無言のままだ。しかし、この星には生命の息吹がある。躍動する動物たちの息遣いが聞こえる。この星は生きている動物生態図鑑なのだ。ん？どこだ？ほら、いた！ウリッと大ボケコンビ、シロとウリボーが行く。勝手にシロクマ、ついにアニメ化。美しい大自然の裏にうごめく情けない事実、すべてのドキュメンタリーが描ききれなかった真実がここにある。夢を置き少年少女にはあえてお勧めしない一大教育ビデオ、ついに登場となるか。原作脚本相原浩二による完全オリジナルストーリー、コミックではできないあっと驚く展開が繰り広げられる。原作脚本相原浩二、監督笹川博史、音楽国河内、テーマ曲なぎら健一。こんなアニメ見たことない。すべては1987年12月21日に明らかにされる。